はい、皆さんこんばんは、西島です。というわけで本日はナイトルーティーンを撮っていきたいと思います。現在時刻が6時28分でございますが、まあ一応業務一通り終わって編集は塚木運が今からする感じで、でもう撮影がないんで僕と録音はフリータイムって感じになります。で編集がある日とかやったら、まあ、大体僕も編集してて、録音はまあなんか配信したりなんだかんだしたりしてる感じですね。はい、で本日は録音はパチンコを打ちに行ってます。検証なしで。そして魚社長は回答中ということでね、もう少し時間がかかりそうです。ちょっとね、ナイトルーティンって言ってもね、やることがないんで、今朝ジムに行ってないということでジムに行ってきます。頑張るぞ。というわけで筋トレ始まりました。まずはレッグプレスですね。これ100キロで、まあ、大体10から12回を3セットやってます。地獄です、ほんまに。もうこれ終わった後大体もうフラフラで動けなくなってます。でその後これなんやダンベルデッドリフトやってますね。はい、こんな感じで、もうなんかシュールやな動きが、もうなんかひょこひょこ、なんやこれ、もう結構死にかけてますね。はい、グッつってもう意識朦朧としてます。で、上腕三頭筋やってます。まあ足とね、なんか腕裏はセットでやってますね。もうくっそ痛いんですよこれ、めちゃくちゃ痛いです。でまあ腹筋ですね、こんな感じでやってますよ。今年は腹筋割ろうっていう、ね、目標立てたんで頑張ってます。やってますね。はい、もう名前わかんないです、このなんどういう動き、これ多分下腹に効いてるんでしょう。でこれをやって、で最後プランクですね、30秒やってます。これをまあ一旦休みなしで全部回して、で30秒休憩して3セットっていうのを毎回やってます。これやったらもう夏まで腹筋バキバキなってんちゃいます。どうですかこれ、割れてる、これ割れてきてるかもしれん。自分が一番びっくりしてる。はい、上がりました。洗顔はもう終わらせました。こちらですね、イプサのやつで洗顔して、その後イプサの化粧水塗って、あどうもお疲れ様です。で基本的に乳液塗ってるんですけど、ちょっと最近なくて、動画撮ってんの、あのホホバオイルを塗ってます。保湿の話ですか。うん、あやばなこれ、最近さ乳液なくなってさ、諦めてホホバオイルにして。ホホバオイルって全身のやつ、来ると思った分いけると思うんだけど、どこに塗ってる。顔面です。顔面か、はい、バーホホオイルでございます。はい、ダウンタイム中です。映ってる映ってる。何ダウンタイム。ひょうたん酸ガスパックとハーブピーリングかっこ韓国式や。すごいな、なんか2日で赤みが引くらしいんですよ。うん、今2日目で全然赤いな。あかんか、うん、ちょっとやばいわ、赤みだけに、うん、赤みだけにつって、なんでそんな湿ってんの。これやばいな、やばいやばいやばい。今ジムから帰ってきたんですけど、すごいことが起こってます。やばいな、これは分かるん、これ分からんかな。ちょっとスマブラのですね、あの大会やってて、いやそ今なんとアコーラ選手対ザック・レイ選手って、もう分かる人にだけ分かってもらえたらいいんですけど、もうとにかく日本最強の最強選手が戦ってるんですよ。もう激アツっすね、もうワールドカップぐらい激アツっすよこれは。やばい、ちょっとエグいっす。いやザック・レイが押されてんねんな、これいける、巻き返せる。いやー横尾刺さるよなー、あーやばいやばい、うわバスー、マジかー、すげー、いや、マジか、えぐいな、強すぎやろ。ザクレイさんが負けましたね。いや最近やばかった、もう最近アコーラ選手がほんまにやばいぐらい勢い出してたんですよ。いやついにザクレイ選手倒したか。ザクさんバリ笑ってたわ、マジ笑ってたな。いやこれが次世代かって感じだったな。素晴らしいや、熱いっすね、感動するわ。僕らも頑張ります。はい、というわけで現在時刻は9時でございます。そろそろですね、帰宅の時間になりましたんで家帰ろうと思います。今りょっくんは配信をしてて、つかきんは編集を頑張ってるとこです。でじゃあ家帰ります。ちょっと外雨やばいから、大丈夫かな、
帰れるかな。じゃ、はい、というわけでお家に帰ってきました。いやー、やっと着いた。長い道のりでしたね。じゃあね、とりあえず腹減ったんで晩飯を作ります。というわけで本日の晩ご飯はですね、こちらポックンミョンの甘辛カルボです。にがー、もうめっちゃ好きなんですよ、甘辛カルボが。もう毎日でも食べたいくらいポックンミョン好きで、これがね最高です。というわけでこれを作って食べていこうと思います。いやー、なんかあの個人チャンネルでね、朝はさプロテインとリンゴを食べますみたいな、バリ健康的みたいなさ動画を上げたんですけど、夜はむちゃくちゃ不摂生ですね。こういうもう体に悪いもん最高。まあジム行ったし、ちょっとぐらい体に悪いことしてもいいじゃないですか。というわけで作っていきます。はい、というわけで晩ご飯が完成しました。こちらを食べながら、ここにパソコンがあるんで、パソコンで映画を見ながらですね、ちょっとゆっくりしたいと思います。うん、ちょっとね、筋トレしたせいでもう体がしんどすぎてさ、もう頭も回らんしフラフラやし、もう無理って感じなんですけど。ちなみに今は Remember Me っていうね映画を見てるんですよ。これディズニーのやつなんですけど、これめちゃくちゃ好きで、うちのおかんも好きなんですけど、もう DVD 持ってるんですよ。 DVD かブルーレイか、ブルーレイで見るぐらい好きなんですよね Remember Me。 最近なんだっけあれ、 Believe やったっけ、ディズニーシーでさ新しくなったショー、夜のショーがあるんですけど、そこになんか Remember Me のやつが出るらしくて、もうそれ見たら多分泣くでって、もうみんなに言われるんですよね、友達みんなに、お前絶対泣くで、もうそう、もう早く見たいんですよディズニー、しかも40周年やしランド、とにかく早く来たい。誰か連れて行ってください。一緒に行ってくださる方はいませんか。もうお願いします。水鉄です。イエー、いただきます。はい、これマジでうまいな。ほら最高、モッパン動画ですねこれ。うん、うまっ。これ作った人天才ですね。こう甘辛ってそんなにうまい、もう This is 甘辛って感じ。そういえばあのこれ、ね、麺系を食べるときに友達に言われたんですけど、僕ねいつもこう麺を迎えに行きながら食べるんですよ。ちょっと実演するんですけど、こうやって持って、結構食べるんですよ。すするとさ汁が飛ぶじゃないですか。で服とかについたら嫌やから、いつもこう麺を迎えに行きながらそろそろ恐る恐る食べるんですけど、これやってたら友達になんか、お前それフェラ食いやでって言われて、フェラ食いっていうらしいですこれ。まあ、ごめんなさいね、汚い話してフェラ食いっていうらしいです。なんでまあちょっとしばらく僕のフェラ食いをご覧ください。これ食べたらめっちゃ汗出てくるんですよ、わかるかな、ブワーって発汗してる。これ伝わる、これ伝わんないね、やめようか。うん、じゃあまた次のチャプターまでスキップ。晩ご飯を食べ終わって、映画も見終わって、だいぶ一段落して、今現在時刻は10時51分でございます。ちょっともうね、もう信じられないぐらい眠たいですね。いつもやったら、何しようかな、帰ってきて、まあ YouTube 見てたりとか、本読んだりとか、ちょっと、今読んでる、これ、岡本太郎自分の中にどこを持って。もうこの本何周したか分かんないぐらい読んでますけど、まあなんか本読んだり、あーなんか日記書いたりとか、ギター弾いたり、あとスピーカーあるんで音楽聴いたりとか、なんかそんな感じでタラタラしてます。で今日なんですけど、なんか明日ね購入品紹介動画を撮りたいんですよ。だからちょっと服をこうかけていくぞっつって、個人チャンネルでこの服買いましたみたいなやつを撮りたいんで、ハンガーラックにあのよく見るじゃないですか、あのおしゃれなね、ファッション紹介動画みたいなやつでよく見るあの感じで撮るかっつって、もうここにね、最近買った服をどんどんかけていこうと思います。この辺は結構前からあるやつですね。あ、ハンガー足りんよな、ちょっと待って、隙間、え、こんなんで動画撮れる、買った服ですとか言って5、6着しかないけど、まあいっか、あ、あれでいこう、ルックブック的なノリじゃ、服着替えていくみたいなのもやろう。
ていうので、ちょっとあの今からね、あのどんな動画撮るかみたいな考えようと思います。いやでもちょっと眠いな、歯磨きして寝よう。まだ時間は早いんですけど、もうちょっとありえないぐらい眠たいんで、今日は寝て明日早起きして動画の構成考えて撮っていこうかな。あ、そうなんです、個人チャンネルをね初めて、そっちの方で結構日常とか服系かな、ファッション系になるとか、まあ質問コーナーとかもやってるんで、よかったら見てみてください。はい、まあこんな感じですね、大体毎日。まあジムは朝に行くことの方が多いんですけど、朝行けなかったら夜空き時間に行ったりします。あとまあ基本的に最近は毎日家に帰ってきてて、意外とダラダラと好きなことして過ごしてることが多いですね。やっぱり毎日ね動画撮って編集してってやってたらね、5月病的な、なんすかね、この5月の気だるさじゃないですけど、なんかね、もう体がしんどくて、このね、メンタルも結構すり減ってくるんで、やっぱりこう、息抜きはしっかりしていかないとなって思いましたね。改めて、はい。そういうような感じで、このルーフィンを終わりたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ガッチャチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、レジスタンスのたまり場、三島のナイトルーティーンでした。ドンタコス。